バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、雨の影響は大丈夫でしょうか？九州地方だけじゃないですけどね、結構ね大変ですよね。私はね車で移動するけど、 JR がね結構止まったりして、子供たち、そして通勤にね使ってらっしゃる方々も大変な思いをされているところなんですけれども、まあ、よくはね、まあ、常日頃歩きたくないと家族に笑われますが、かといってね別に車をねいっぱい使うとかじゃないんですけどね、まあ、鹿児島県内は離島を除いても端から端まで6時間はねかかりますからね。高速を使って早い時もあれば、高速を使ってもやっぱりそんなに時間かかる時もありますしね、まあ、それがまた鹿児島の魅力なんですけれども、この間ストリートライブでね、愛知と東京から来ている男の子たちが結構時間もあって、で、まあ、それなりにね、まあ、貧乏旅行でもなく、まあ、楽しく行きたいけどどこかないですかって言った時に、日帰りで鹿児島は島も行けるからぜひ島も行ってみたらと。そしてこの梅雨の時期、沖縄の方もね思われると思うんですけど、やっぱりね海に遊びに行くには雨が降ってない方がいいとね、やっぱりアドバイスされると思いますが、鹿児島県の屋久島というところは梅雨の時期でなくても常日頃雨が降る場所なのでね、まあ、じゃあ屋久島日帰りじゃなくて行けるんだったらそれが一番ですけどね、まあ、弾丸旅行行けるからぜひ屋久島行ってみたらっていう話になって、それを勧めたら今度は私がもっともっと、あ、ここも行きたい、あそこも行きたいというね衝動に駆られますけれども、夏って恋してルンルンなんだよという思いで作った楽曲、ラブという曲があります。まあ、この曲をねぜひ聴きながら雨の中でもね楽しく移動してほしいなと思って、1曲目お届けしたいと思います。ではお聴きください、ようこでラブ。お聴きいただきました曲はようこでラブでした。まあさあ、この曲はねすごくいい曲なんですけどね、ライブでね初めて聴いた方もね歌って踊ってタオルフリフリできてっていうね素敵な楽曲なんですけれども、
まあ、今度の9月15日の宝山ホールに向けて、そのコンサートでね、タオルフリフリ楽曲あと1曲2曲増やしていきたいなと思ってるんですね。でね、まあ、今歌詞を考えてるんですけれども、不思議なことに新曲今月中に、あ、もう今月っていうか、まあ7月中にね完成させるっていうのが、まあちょっと追われてますが、4曲ありますけれども、なぜかシノンの楽曲いい曲できつつあってね、シノンがこの間、まあ、高校2年生の娘ですが初めて弾き語りをしてね、でそれをまあ私は歌の視点でちょっとでもねアドバイスして、でより良くなればっていうのもだけど、楽しんで歌ってもらえたらなっていう、歌の先生の時にはね、よし頑張ってもっともっと上手になってほしいと思ってね、二人三脚なんですけれども、娘となるととにかくね動じずずっと楽しく音楽する中の1ページとしてね、楽しく歌ってほしいなっていう思いだけで、そして主人もそうですね、ギターを教えるのも、まあ、アドバイスするって感じでね、まあ、こうしたらもっといいんじゃない、いいんじゃないみたいな、だからまあいい意味で親だと無責任ごめん娘が聞いてたらね、おいって言われるかもしれないけど、まあそんな適当な感じでね、イシーもヨーコもね、イシーは適当じゃないかもだけど、ヨーコは結構適当にねレクチャーしましたが、その分ね、あ、そういえばシノンこの声の音域で綺麗な声出したよなとか、あ、そういえばこんな心情をヨーコはもう歌えないけど、歌えないっていうか説得力がない、だってさもう見るからに強いじゃんヨーコって、やばいよね強いヨーコがさ、愛は歌うけど恋だのどうなのって言った時に、あなたの連絡を待ってるわみたいなして、ないでしょってみんな思うでしょ、ないよね。だから最近カバーアルバムスターズ2のね、あの楽曲、まあ許可が下りてね、この曲許可が下りたから歌っていきますって言って、カバーでこんな曲ですって歌ってるけど、なんか強くなりすぎて合わないとかね、まあそんだけね、ヨーコもアーティストとして確立、お母さん人としてね確立できている証拠なのと、まあ、37年生きとけばそうなりますよねそれと同時に、まあ育てるっていう意味ではね、楽曲は一人歩きしてくれててね、あ、よかったなって思ったり、ただ新曲作る上ではね、あー、ヨーコこれ合ってるかなって自分で自問自答してね、まあ、そういう曲はもう心置きなく惜しみなく娘に歌ってもらおうっていうだからさ、楽曲提供って楽しいんだよね、今更ですけど、私が知らないところでヨーコを調べてくださる方がちょっとずつ増えているみたいでね、それは嬉しいんだけど、ましてや娘に歌ってもらう、その時には、あ、そうだよ10代ってこんな恋心あるよねみたいなね、キャッハウフフしてね歌詞を書いておりますけれども、曲も作っておりますけれども、まあそんなヨーコはとにかく初心を忘れないってずっとずっと言い聞かせて、でその初心って何かって言ったら好きな気持ちですね。これから先ね、多くの方にね出会うたびに、あー、ヨーコさんって上手くなりたいです、ヨーコさんプロになりたいです、ヨーコさんヨーコさんって門を叩いてくれる若者や先輩方がいらした時に、ヨーコができることっていうのは唯一好きな気持ちをずっと一緒に忘れないってことだなと思います。私が忘れた時にはね、応援してくださる方がね、まあ、忘れないんだけど、ヨーコの曲こんなにいい曲あるじゃんってね、前にリリースした曲を今もね嬉しかった、 FM カノヤでねリクエストしてくださってる曲の中にアンフィニッシュドストーリーっていうファーストシングル流してくださったり、もうね嬉しいよね。だからそういう私が感謝を返すっていうのは、いただいた方にね感謝を全部返せないかもしれないけど、次の新しい素晴らしい魂に一緒にね育てる意味でもね返していけたらなと思ってね活動しておりますね。なので新しい曲も楽しみにしていただきたいのと、まあ、常日頃皆さんがね葛藤している言葉もメッセージとしていただきたいのと、いろんなねイベントごとにねよしって闘志を燃やしてるけど、実はねジャンケンマンがサウンドプロデュースで関わってます。ジャンケンマンが今度パリオリンピックに、能登半島震災にあったね子供たちのやっぱり
私がね、まあ、言葉にすることじゃないと思うからだけど、やっぱり被災地の子どもたち、被災された方々、いろんなね、大変な思いをされて融資されましたよね。で、まあ、私でさえこうちょっと聞いて言葉に詰まることっていっぱいあってね、今回そのパリオリンピックに子どもたちを5人連れて行きたいと、もともと3人の予定だったんですけど、で今ちょっとね、あの高等化が進んで、鹿児島だけじゃない、日本から世界に行っていくときに結構な金額が今まで以上にかかるんですよね。なので3人をって思ってたら、やっぱりこういろんな出会いがあって5人になりました。で私も、音時間を通して少しでもね、募金活動をお手伝いできたらと思って、以前は、前回はワールドカップでしたね。で今回は、オリンピックで、そこにね、シノンがですね、パリオリンピックやっぱりスタッフも必要なので、スタッフとして行きたい、なので私はじゃんけんマンチームの募金活動も手伝えたら、そしてなおかつ私はちょっと、まあ、行きたいよ、どうにかしたらいけるかもしれない、だけど私が行く以上にね、シノンがね、ちゃんとスタッフとして子供たちのケアをしながらね、活動できたらっていう話にもじゃんけんマンともなってね、優先的にはシノンが先に行けたらと思ってます。なので私たちもね、募金活動というか、支援していただけたらと思って、活動も重ね重ね、行っております。まあそういう気持ちを込めてね、みんながもっともっと幸せで平和でハッピーでありますようにという思いを込めて、最近リクエストもいただいて歌ってます。ヨーコのビューティフルデイズをお聴きいただきたいです。ではお聴きください。ヨーコでビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、選ぶ先にあなた全てではない、空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲はヨーコで Beautiful Days でした。まあ、この曲はね、鹿児島クリスマスマーケットのイメージソング的にもね作ってますが、シャイニーという曲をねテーマソングで使っていただいて、じゃあ次、あ、そうだよ、クリスマスってみんなで平和を
願う時じゃん。サンタさん、世界中のサンタさんに感謝する日じゃないってよく思って、まあ、こういう楽曲をね作りましたけれども、こういう歌詞を書きましたけれども、昨日ねそれこそストリートライブでリクエストいただいて歌っていた時に多くの方にねワクワクしていただいたんです。知らない方がワクワクしながら一緒にノリノリしながらね道を歩いてくださいました。そういう風にね一瞬でしか出会えない私たちだからこそ、私は音楽で出会いたい、他の方はね作品で出会いたいとか、子供たちの学ぶ時間に寄り添いたいっていう方は先生でいらっしゃったりとかね、本当この飲み物を飲んでねハッピーになってほしいという方はそういう飲料メーカーに勤められたり作られたりされてるでしょうし、私が今ねお世話になってる株式会社日満様はねうなぎの養鰻場で養殖をなさってて、来月はねあっという間に、もうあっという間ですよ皆さん、夏なっちゃうからね、もう夏といえば土用の丑の日、今年は7月のね24日ですよね。だからそういうさ、まあ、みんながハッピーになるタイミングでね多くの方がいろいろとお仕事を通したりライフワークを通して映画を作ってくださってますが、よくはね音楽でと思った時に、あ、じゃあこの曲使ってもらえたらな、もしかしたら誰かとつながってもらえるかなみたいな感じでね、はい、作らせてもらってますけれども、まあ私本当ね食べ物大事だなと思ってね、でこの日満様の SNS をね一緒にちょっとでもハッピーな愛あふれるものになればと思って、一緒に携わらせていただいてますが、まあねその取材の度に伺ってさ、こうわーって勉強になる、養殖の勉強だったり、やっぱり食べ物命を扱う仕事だからこそね、あそうだよねって、あすごいなって、社員さんたちのね働いてらっしゃる姿勢にも、まあ、感激したり学んだりっていうことがねこの3ヶ月ぐらいあるんですけれどもね、でその中にね美味しいんですよ私もすごく幸せになって、お腹いっぱいってほんと幸せだ、そしてこんなに美味しいものをいっぱいいただけてありがたいなと。でこの間ちょっと撮影したんですけどね、また見てくださいね。でねその撮影の時に子供たちもニコニコ笑顔になるんですね、ほんと。だからさ最近よく SNS を見ていると、本当このご飯を当たり前のように3食食べられる国があるっていう、ここで生まれ育ってるっていうのは本当当たり前だけど感謝だなって思いつつ、そして本当これが当たり前じゃなく食べ物にね恵まれない子もいっぱいいる、人もいっぱいいるっていう状況、私もどうにかできないのかなって最近思ってます。私がね本当目に見える形で売れてしまってね、まあ、お金を使ったりご縁を紡いだりして、そういう飢餓でね、まあ、SDGs の一つですけどね、飢餓が少しでもなくなるようにと思って、それを私が何かかしらね力になれる日が来たらいいのにって、そうしなきゃってすごく思いますね。今自分がねサポートしていただいている立場ですけど、そういう時はねやっぱり目の前の募金活動で頑張っている方々の支援を手伝えたらと思って動いてますけど、そう、それと同時にね冒険家のポンさんがね今度は南極マラソンに挑戦するんですね、11月に。これもまたすごいことなんですよね。このまあぜひ見てください、冒険家ポン岩本美沙さんって方ですけどね、鹿児島ポン PON で見ていただくと自分たちもねパワーが出てきます。そして彼女はね本当に変わらない、何年も前からジャンケンマンと一緒に、ジャンケンマンはさおじさんになってるかもしれないけど、ごめんじゃんこんなこと言ったら、だってあんま年変わんないしね、んだけどポンさんはね少年の心を持ったままなのよね、すごいなと思ってね、飾らない人としての魅力、アーティストに必要な一面をね彼女はずっと持っていらっしゃるなと。私もねお手伝い予定なんですけど、また詳しいことはね、SNS で発信できたらと思います。まあ、皆さんの周りに輝く方いますか？うちの娘すごい輝いてますっていう、私も一母親としてそういう言葉があるし、だからこそ
輝いている人ほど脆いものを持ってる、そういう一面もあると思います。だからこそそういう方たちのねサポートできたらなとか、お仕事職場にもいらっしゃるでしょうし、っていうのかな、家族にもいらっしゃるでしょうし、自分がそうだっていう方、もっと支えてほしいって方、陽子に連絡ください。一緒に頑張ろうっていうエールを送りたいんでね、ぜひ遠慮なく支えてよ、私のこと、僕のことっていう方はね、子供さんも大人の方も遠慮なくぜひ陽子に DM ください。ではですね、みんなで一緒にハッピーに過ごす中で、この I love you っていう言葉はね忘れちゃいけないと、自分自身を一番愛してあげないといけないと思って、まあ、楽曲今作ってますけど、この曲をね昨日も歌ってってリクエストいただいて嬉しかったな、そして受け止めてもらえて嬉しかったなっていう感謝の気持ちも込めて、皆さんがもともと大事な方と平和で健康でハッピーでありますように、陽子でキス&ハグお聴きください。そこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、世界へ今一つになろう、この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。陽子ちょっとね楽曲だけでなく CM の制作の方も携わらせていただきました。鹿児島自衛隊の、CM がね県内で流れます。鹿児島のね一番大きな駅、鹿児島中央駅のアミュービジョンであったり天文館の通りであったり、 SNS でももしかしたらね発信になると思うんですけれども、ぜひ
ご覧いただきたいです。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。この後はひふみずバーです。ひふみさん、今夜もハピハピな音時間よろしくお願いいたします。まあね、私はお母さんだからね、ついつい家庭のことであったり、自分のアーティストの周りのアーティスト用語としてかのね、自分の周りのアーティストのお話が多いですけれども、ぜひ皆さんのね、周りの素敵な方々、そして皆さんの思いの丈をね、メッセージくださいね。ではでは、1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。よくも皆さんに負けじとハッピーに過ごしたいと思います。では一緒に、せーの、バイバイハッピー。